皆さん、こんにちは。今回は、人気のある、あの車が、フルモデルチェンジされたことについてお話しします。それは、新型 NBOX です。今週登場で、先行予約受付中のこの車は、超人気車種のフルモデルチェンジで、ホンダの開発者にとって、相当なプレッシャーだったと想像されます。すでに完成度の高い車ですから、全体的には大きな冒険はせずに、 正常進化といった感じですが、それでもいくつかの変更点があります。それでは、エクステリアとインテリアに分けてみていきましょう。エクステリア。個人的な感想ですが、カスタムは少しおとなしくなった印象です。この辺はマイナーチェンジで、攻撃的なデザインになる余地を残したのかもしれませんね。エクステリアでは今回、カスタムではなく、ノーマルが可愛らしく進化しています。白が似合う、 家電製品のような清潔感があります。個人的に好みです。ただ、ノーマルにはターボエンジン搭載モデルがなくなっているようです。このあたりは残念な点ですね。細かいところでは、フォグランプがメーカーオプションからディーラーオプションに変わったり、アルミホイールのデザインが変わっていなかったりします。インテリア。相変わらず快適さや利便性を追求していますが、いくつかの大きな変更点があります。 一つは、メーターパネルの位置が、従来は高い位置にありましたが、今回のフルモデルチェンジでは、低くなり、ハンドルの奥を除く形になりました。そして、ハンドルのスポークが、3本から2本になりました。この辺は好みとなるでしょうが、個人的には3本の方が、タイヤの切り角がわかりやすいような気がします。インテリアでは、ドアトリムの質感低下や、スピーカーの数や、収納スペースの減少など、 対価した部分も見受けられます。総合評価。今回のフルモデルチェンジでは、次のようなメーカーの意図が感じられます。まず、ノーマルモデルにターボエンジン搭載モデルがなくなったことや、フォグランプがディーラーオプションになったこと、そして、アルミホイールのデザイン変更がなかったことや、インテリアの簡素化などから、コストカットや、生産効率の向上が、今回のフルモデルチェンジの最大のテーマではないでしょうか。 しかし、新型 NBOX は非常に完成度が高く、正常進化した一台と言えます。皆さん、ご視聴ありがとうございました。